か雲行き怪しいな。雨降らなければいいけど。ああ、ダンベオリーの前通って帰ってもいいな。どうしようかな。まあいっか、今日はスピード優先で、今日はスピード優先で行きましょう。乗り心地がやけにマイルドだな。ずっと重たいもの積んで旅したせいかな。以前だったらぴょんぴょん跳ねたようなところ跳ねないですね。なんだろう、NHK の鉄塔です。ちっちゃいね。スカイツリーとはえらい違いだな。おお、なんか可愛い音してんな。 50cc か、珍しい。ベスパだ。みんな飛ばすな。リドルかな。いつも通りのリドルかな。買い物行く時間あるかな。1時半か。そうか、大急ぎでパパッと済ませれば10時までに帰れる。あれちょっと無理かな。どっから行くのが早いかね。なんか雲行き怪しいね。またあの時みたいな目は嫌だぜ。大丈夫かな。さて、これでもうすぐシティセンターに戻ります。でラスガーっていう地域があるんですけど、そこにリドルっていうね、ドイツでいいのかな。アルディがイタリア、あれもドイツ、わかんないけど、まあ、こっちでよくあるスーパーマーケットがあるんでそこに行こうと思います。アイルランドのスーパーマーケットっていうと、まあ
まずはダンズ。多分アイルランドにしかないんじゃないかな、ダンズ。で、ダンズ以外だと、あのインド人がオーナーの、イギリスの有名なテスコってやつですね。テスコがすごく有名です。だからテスコね、申し訳ない、あの飯まずいんですよ。野菜はね、へにょへにょだしね。で、安いかっていうと、1年間こうざーっと一箇所だけ使ってずっと買い物した感じだと、テスコそんな安くないんですよね、意外とね。あのバリューレンジっていうやつがあって、ものすごく安いやつがあるんですけど、それはね、正直美味しくないです。あの金欠、よほどの金欠でない限り手を出さなくていいような気がするぐらい美味しくないです、マジで。本当にやめた方がいい。まあお金節約するならバリューレンジですけどね、間違いないです。ほんで、あ、ここにもスーパーあるな。なんつったっけ、あれなんつったっけ、なんとかスーパー、スーパーバリュー、スーパーバリューだ、スーパーバリューっていうのがあって、これ高いです、いい値段します、だけど絶対美味しいです、絶対絶対美味しい。ただそうですね、テスコとか僕がこれから行くリドルに比べると、そうですね、サクッとサクッと 1.5倍まではいかないかな、 1.5 倍まではいかないかもしれないけれども、まあ高いですよね。なんで僕は以前使ってたんですけど、あの自転車で行けるところがそこだけだったんで、以前は使ってたんですけど最近行ってないです。怖っ。ここですね、これスーパーバイ、これ美味しいね、美味しいんだけど高い。これは参ったな。わ、ここから抜けるかな、ちょっと抜いちゃおうか。あ、抜ける抜ける。さすが GM というか125便利。うまい人だとああいうのも250とか400とか、それこそ1000でもひょいひょいひょいっていくんだろうな。俺そんなことできない。ちょっとね、スタイルがやっぱりイギリスアイルランドのとは違うかなっていうふうに感じます。あのチーズとかそういうのはめちゃくちゃ美味しいですね、やっぱりね、大陸系のやつは。他はあんまり変わんないかな、あんまり変わんないかもしれない。なんか野菜、まあそれからお肉その他あるんですけど、ちょっとね変わってるのが、お店の中にねワゴンがぐわーっと並んでて、ワゴンセールみたいになってるんですよ。でそこにいろんなものを売ってるんです。あの週替わりかの2週間に1遍ぐらいずつね、内容が変わるね、雑貨が置かれるんですよね。それこそ枕、布団そんなものから、場所によってはこれから行く、例えばアルディ見えてきましたね、ここがアルディですね。もうすぐラスガーです。右側に見えてきたこいつがアルディですね。アルディは大陸のだと思うんだよな、教会の真ん前に。で僕はここ左曲がって、リドルってとこ行きます。あとね、置いてあるものっていうとね、そうだな、変わったところだと溶接機、電の子操作だ、あのなんていうんですか、あの刃が出ててこうウィーンってやるやつじゃなくて、本当にあの台付きのやつ。昔あの木工室とか
技術家庭室とかに置かれてたやつ、ああいうのがなぜかパンダゴテ、現在 GN、まあ、整備をしてるんですけど、レンチ、ドライバー、みんなそこで買いました。安いんですよ、1500円ぐらいでね、ソケット全部揃ってて、なんで案外ね、悪くないと俺は思います。普通に使える。昔ちょっと高めのやつ買ったことあるんですけど、そんなに変わらないと個人的には思うんだけどな。どうだろうな。あら、警察がいる。なんかあったのかしら。そんじゃ買い物しましょう。さてさて、こういう時ジェットヘルメット楽ですよね。だって顔全部見えてんだもん。